顔が見たくてつい寄っちゃったよ。これって平上違った補助の補助開いたこと昨日ね。おー、はい、こんにちは。兵隊さん、どうもどうも。いやいや、おー、おめでとうございます。ありがとうございます。あわ、これがもらえたら来たんですよ。やっぱり。いや、奥さんの顔が見たくて、つられてきちゃった。これが S だ、あんた N だね。これなんだから、バレたいじゃん。うわー、すごいね、これ。もっと大きい雑貨持ってくれよ。ちょっとあれはね、当たったからね、しかなくなったんで。もらったとこ、この組で返さなくちゃなにかね。倍返し、男は倍返し。よかったね、やっときな。その前、死んじゃえば大丈夫だ。話が終わっちゃったで。死んじゃえば話が終わっちゃうでね。しっかり打ち持って帰る。お茶だから、場所はよくじゃないから。こんなにいただいてました。ちゃんと兵隊さんも分かったよ。兵隊さんだけで兵隊さんもカプタみたいだ。ちゃんといるよ。だからこう見えるんだ。びちょ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 。やだやだ、その言葉びちょびちょじゃ。いただきます。手だから。うわ、ダイヤの指輪すごいな。ダイヤ、みんな水晶や、水晶水晶、ダイヤ。俺は全部ダイヤに見えるから。特に左手離れてくれなくしちゃった。そう、私もなくしちゃった。やっぱりいや、指が太くなって入らなくなったんだよ。なくしちゃうならまだいいじゃないですか。質屋入れたとかね、売っちゃったとかね、問題だよね。質屋入れてないけど、入れる前になくしちゃった。私ダメなんだよ、太く太っちゃったんで入らなくなっちゃった。知らないだと調べたら出てましたよ。何が相場王と太くなっちゃった。使えないよね、入らなくなっちゃった。節がだんだん太くなっちゃって、小学校の前死ねなくなっちゃった。小学校の前死ねなくなっちゃった。今もやってるんですかね。働いたてでしょ。働いて、私とか働いてんだから、ほらやってない、ね、ここ太くなっちゃって、みんな普通入れなくなっちゃう。なんか働いたてだねって言われて、ね、オフロードのバイクも走る仲間がもういなくなったんで、あの一人で走ってるみたいです。あ、なるほど、ね、もう一人相棒がいるけど。うん、いいよいいよね。じゃあもうあれですね、やっぱり若い人呼ばないとダメですね。いや、今はそれやってしないよ。で、林道がね、少なくなって細くなっちゃった。つまんないんですよ。そうじゃ、うん、そうですよね。味がない。あまり今なんか前の昔と違ってあまり前の人気なくなっちゃったんですね。そうだね、あまりね。シャトリーね、助かるわ。気にがあるというじゃねえか。一つのバイクに乗らないと飯がうまくなかった時あったし、ね、腰の悪さとなんか走んないとね、気が済まないし。だから自分もあれです、あのバイクで学校とか通ってたんですけど、おかさしてるんですか。でも通勤通学に行ったり、仕事に使ったりとかしたら、ね、あるとやっぱり、ね、誰ベトナムした人は、え、何何これ、うん、これはあのオレンジのパパ、こっちのパパ、オレンジのパパ、手作りですよ。手作りなんだってね。すごい。これ食べてみたら、ね、手で作んなきゃできないもんね。足じゃできないしね。あれ、うん、何ですか、あれ塗ったんですよね。ニスじゃなくて、あまに漆。あ、そうだ、あ、すごいすごい、漆だから。あ、すごい固まって、なんかみんな跳ね返って硬くなって、私防水にもなんだろうね。これにもこの図体も手作りで、アルミでできてるんですよ。あ、すごい柔らかいから、アルミだからフィットする、うん、手作りだったもんね、うん、昔は竹のね、竹で作ったのよ。人参の音がすれば分かるけど、あれも僕にこぼけちゃったの。あ、辛い日に頼んだんでしょ。さっきから帽子変えたんです。お茶力やった。じゃあこれもう大丈夫。つぐまねいくらマネーだよ。無料無料ついてるんだよ。何でもつぐマネーってつくとビクッつるから。マネさっきあってどこ回ってきたんですか。こう降りてってこっち回ってきたんですか。下で行き合ったでしょ。ずっと一応向こう回って龍ヶ岳の下のふもとからそこから入ってきた。家帰って朝飯食べてまた来た。嘘だよ、またはここで。
すげえ。もうあれだね、今日はコロッケあるって言われて、うん、コロッケあるって言われて、まだいかない、じゃあ、うん、まだ8000ぐらいだから、じゃあカモンが刀はない7800円かな、あ、6700だな、そんなもんだ、笑い芸人顔負けない、4キロしか、うん、俺なんかこうしただけで、あ、そうだ、ポケつけてくればよかったな、病気になるんだね、ゴールデン前に手帳につけてるんですけど、すごいですね、会長会長、今日あんまり会長を戻る、この場合ほら生理がだって下まで行っちゃう、うん、無理ですね、だいたい1日どれぐらい歩いてるんですか、歩くときは8000から9000、大きいね、結構ね、だからナスイカもね、うん、1週間に返す、あら、かっこいい、毎日来たらどうなってるの、だから刀はないんだって、歩く1万にする、あ、なるかもしれない、整理だけ登ると1万超えるんですよ、下の、伊賀の服下のも超えてます、猫にね、そうじゃないでしょう、お姉さん、こうですよ、車道だから、やだ、そんなん、何も1バスタお母さんが見てるからね。ほらほら。びっくりしちゃうよ。こんなとこがあったんだもんね。うちの娘。ねえ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 。じゃ見えないよね。見えないわ。それやっぱり。だってだってこんなばあさんじゃ色気ないじゃん。小幅に売るんですよね。早く歩くと。それはしょうがない。お母さんの母だもん。これで色気あったらどうなる。体調悪いと。息子にそんな絶対に絶対に絶対に走った方がそうなんですか、これ歩数はね、人幅55センチだけど大丈夫よ、こんなばあさん誰も連れていかないからね、ありますよ、人幅が背が高いもの、もっと若い子なら連れていくかもしれない、ばあさんじゃ連れていかない、山道上がる時はだってあれじゃ今高齢者の犯罪者が多くて、でみんな刑務所入ってるんだけども、もう認知症だったり病気だったりして、そうみたい、そうみたい、でこうやって刑務官が刑務外からこうやって、じゃあ起床の時間だから布団畳んでくださいって言っても、認知症だから分かんなくて、おいて仕方ないから刑務官が自分で布団やったり、あとお風呂も老人ホームみたいな、そうそう、介護施設になっちゃってるのよ刑務所が、でみんなどうするんですか、ここはもうご飯の心配もなくてお風呂も入れてくれるし、いいねっつって、また来ようねっつってるんですね、また来ようねっつって、みんなで行こう、どうせ入るなら藤棒怖いなっつってね、やだ、どうせ入るならば藤棒をこうして入るから、藤棒をそんな元気なカンペニア何が言って何の話してんかなと思って軽く言われてた、もうおっしゃる通りだよ思うだけ隠れちゃったムーコミちゃん悪いからこっち見てます、うちの総長標準にして言ったんじゃダメだからね父ちゃんなんか布団かける暇ねえなっすよ、何で先だよほら、ダン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 、刑務所入るって言うんだものね、そんな罪じゃかわいそうだね、そんな罪で入るじゃかわいそう、暴行で入る、40でダメになっちゃう人もいるし、100になったら大丈夫な人はいるんだからね、我々はね、我々は分かんないよ、違う世界だから、 NHK の山のテレビは自分じゃダメだけど一歩外出れば大丈夫だって人もいるしね、お兄さんは気を少なくちゃ、まだお兄さんは気を少なくちゃ、まだ何言ってんの、それ大丈夫だよ、一応自分にも好みがあるんですけどね、確かにね、確かにそうだよ、分かる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 、そうそう、誰でもいいじゃない、それ分かるよ、相性がね、お母さん誰でもいいじゃダメだよね、そうだよ、言ったきなお兄さんに自分で本逃げてくださいね、本当ですよ、おばさんには参っちゃうね、いやそんなお姉さん娘がいれば娘ついてくると、娘いないから私ついてこれないからさ、なんで足が本当に残念
これあれあれ鳥仙の袋誰ですか。私鳥仙の袋。鳥仙の袋私だよ。こちらこそ。カラペ。お兄さん飲んで。お兄さんお茶飲んで。お姉さん飲んでお茶。これ何？お兄さんお茶飲んで。誰のそれ？誰の？あ飲んで飲んで飲んで。あの社長さん。やっぱり少し早歩きで歩かないと筋肉もつかないし、そうだよね。お兄ちゃん、食べてくれ。お兄ちゃん、食べてくれ。お兄ちゃん、食べてくれ。お兄ちゃん、昼飯食って昼寝すれば、よし元取ったってんで、よし元取ったってんで。元取ったってんで。よし元。